オレゴン演習が行われた区域オレゴン演習とは、第二次世界大戦中の1943年に、アメリカ合衆国セントラルオレゴンにて行われた、アメリカ陸軍による大規模な軍事演習である。本演習の目的は、連合国軍の戦闘任務支援を目的とする、前線派遣に先立ち、派遣に参加する陸軍部隊の能力をテストすることであった。 およそ10万人の人員が本演習に参加した。主要な参加戦力はいずれもアレクサンダー・パッチ少将を率いる第4軍団の霊下部隊であった。演習本部はオレゴン州ベンドのキャンプアボットに設置された。演習は赤軍と青軍の対戦形式で行われ、その中で5つの課題が設けられていた。本演習に参加した参考師団は演習完了後に ヨーロッパ戦線及び太平洋戦線へと派遣された。オレゴン演習は太平洋岸北西部で行われたもののうち史上最大の野戦演習であった。10万人以上の陸軍将兵が参加し、その多くはキャンプアデア、キャンプホワイト、キャンプアボット戦闘公平訓練センターに駐屯していた。またキャンプアボットは設備が充実していたことに加え、 セントラルオレゴンのおおむね中心にあたるベンドに位置していたことから演習本部として使用された。演習区域として、オレゴン州のうち7軍にまたがる1万平方マイル以上の範囲が指定された。デシューツ軍のほぼ全域に加え、クルック軍、ハーニー軍、クラマス軍及びレイク軍の広い範囲、ジェファーソン軍及びクラント軍の一部が演習区域に組み入れられた。 この演習区域内には4つの国有林、すなわち、西部のデシューツ国有林、南西部のフレモント国有林、北部のオチョコ国有林、北東部のマルール国有林に加え、土地管理局管轄地域が含まれていた。演習区域はおおむね北西のシスターズ、北東のバーンズ、南のバレーホールズを頂点とする三角形をしていた。オレゴン演習には、第四軍団所属の参考士団、 すなわち、第91不評師団、第96不評師団、第104不評師団が参加した。赤軍主力は、第96不評師団で、ジェームズ・ウェル・ブラッドレー少将が指揮官を務めた。青軍は、第91及び第104不評師団で構成され、ギルバート・アール・クック少将が指揮官を務めた。赤軍は、守備側を、青軍は、攻撃側を務めた。 演習は、不評、気候、公兵、航空、公兵、支援部隊の共同により9段階に分けて行われ、その中に5つの課題が設けられていた。課題には、集合地点への攻撃、河川での攻撃及び防衛、防衛拠点への突撃及び占領などが含まれた。陸軍航空軍の参加部隊は、レドモンド、マドラス及びバーンズの飛行場に配置された。さらに、 実戦の過酷さを再現するため、いくつかの段階は2日間、内し3日間連続で行われることとされていた。演習の準備は1943年春から始まった。1943年7月、セントラルオレゴンでの準備が始まった。演習実施に先駆けて、陸軍工兵隊は飛行場建設など、複数のインフラ整備計画を遂行した。演習区域内の重要地点には、 物資集積所が設置され、陸軍信号隊は演習のために必要な通信網の付設を行った。1943年7月27日、第4軍団司令官、アレクサンダー・パッチ少将及び幕僚団がキャンプアボットに到着した。不評の主力が演習区域に到着したのは8月上旬であった。これらの不評の大部分はシスターズとベンドをつなぐ。 国道20号線に沿って野営した。キャンプホワイト及びキャンプアデアから部隊が移動する際、オレゴン州当局は陸軍の車列が国道97号線を通りマッケンジー峠及びサンティアム峠を抜けてカスケード山脈を越える旨を住民に対して警告している。また、演習区域内を移動する際は憲兵隊の指示に従うようにとの通達も行われた。 アレクサンダー・パッチ少々演習の第一段階は、シスターズ、ベンド、レドモンドを結んだ三角形の範囲で行われた。この段階には4週間が割かれ、実弾演習などの戦闘の準備に焦点を当てていた。キャンプ・アボットの工兵訓練センターから派遣された。工兵隊は、デシューツ側にて、火境演習を実施した。その他にも工兵隊によって、道路の布設を含む、 様々な建設作業が演習区域内で行われた。演習に参加した衛生要員は演習区域内に医療拠点を設置し、傷病兵の治療に当たった。演習の進行に合わせて陸軍兵団部も夜通しの活動を開始し、ベンド近くに設置された兵団拠点から前線に向けて軍用資材、食料、水、ガソリン、装備品などの運搬を行った。 9月中旬、赤軍はベントの東40マイルの地点に展開し、ブラザーズ近くで南北方向の防衛線を確立した。青軍はこの防衛線を攻撃し、赤軍戦力に東側への撤退を敷いた。赤軍はベントの東65マイル、ハンプトン山からほど近い地点で新たな防衛線を確立した。この防衛線は南北に20マイルの幅があった。 青軍の攻撃が再び始まると、赤軍は数日間の激しい抵抗の末、青軍への足止め攻撃を行いつつ、東のバーンズに向けて撤退した。赤軍はバーンズ市外の放棄を決断し、町から南西へ30マイルの地点まで後退した。オレゴン演習における最終決戦は、ハーニー軍、シルバークリーク近くのワゴンタイヤにて行われた。 これは1878年に起こったバノック戦争における本物の古戦場からほど近い場所だった。3日間続いた最終決戦の中で赤軍は高台に陣取って国道395号線を封鎖した。青軍は戦車を投入して赤軍の前哨地点を次々と攻略し、最終的に赤軍は戦線崩壊を余儀なくされた。演習最終段階では、 陸軍地上軍総監のレスリー・マクネア中将による視察が行われた。決戦の舞台となったワゴンタイヤから南に位置するアルカリ湖近くの野戦飛行場でインタビューを受けたマクネア中将はこの演習が成功だったと語った。彼はまたオレゴンのハイデザートが訓練環境として優れた地形だとも語っている。1943年10月13日、パッチ少将は 赤青両軍ともがすべての演習課題を達成したとして演習終了を公式に宣言した。1943年11月上旬、演習参加部隊の演習区域離脱及び各駐屯地への復帰が始まった。1943年11月9日、陸軍は演習中に戦車や重車両によって破損した道路の補修を行うとの声明を発表した。 戦争省が作成したオレゴン演習に関する報告書ではハイデザートの環境が所定の訓練を実施するために理想的なものであったと述べられている。この中では寒冷な気候が長距離の徒歩更新を容易にし、また航空機の連続運用を可能にしたのは明らかであるとされている。また気温が24時間以内に最大で下肢50度の幅で変動することが 演習に参加した指揮官らによって報告された。報告書の中では、演習における最後の2段階の期間には、気温がしばしば氷点下となり、最低で下し6度にもなったとされている。この気候条件は都下活動に悪影響を及ぼしたものの、一方で、寒さによる健康問題はほとんど発生していなかったという。ジェネラルパッチ教オレゴン演習の完了後、 演習に参加した3師団はいずれも戦場へと派遣された。第91不評師団はまず北アフリカ戦線に派遣され、その後イタリア戦線での作戦に参加した。第96不評師団はハワイに送られ、フィリピン侵攻に向けた準備を整えた。そしてレーテ上陸を経て、フィリピン方面で戦い、その後の沖縄侵攻にも参加した。 第104不評師団は1944年9月7日にフランスへ上陸し、北フランス、ラインラント、ドイツ中央部での戦闘に参加した。オレゴン演習中に建造された施設やインフラのうち、最後まで残されていたのが、ジェネラルパッチ橋である。この橋は、デシューツ国有林とキャンプアボットの中間に、建造されたものである。2008年、林野局は、 木造部の老朽化を理由に橋を解体した。2009年、オレゴン州議会にて、オレゴン演習を記念して、国道97号線とオレゴン州道126号線の一部を、第二次世界大戦隊役軍人記念道路と、故障するための法案が通過した。この法案では、オレゴン演習が10万人以上のアメリカ軍人が参加した、太平洋岸北西部における、 史上最大級の軍事演習であったとしている。ありがとうございます。